そこのあるものと、そこの空気が相まって、すごいいい、こう、まあ、自分の呼吸に合うっていうかな。この塊から、この柱を削り出すという、不合理さ。こういうのを美しいと思う目がすごい。他になってるとこはバネになってて、本当になんか気持ちよく、カチッ。気に入ったのはね、指輪してるのね。坂戸さんはそう、こういうものの、その、多分新品だったら買わないのね。これを作った時に坂戸さんは僕に何も注文は出さなかった。特に注文。だけど、佐渡で取った納屋が崩れかけてる、土壁の納屋が崩れかけてる、自分で撮った写真を見せて。それから、